修行の成果を発揮して大活躍の亀仙人のじっちゃん、その命に立ちふさがる大王宇宙の戦士たち。じっちゃん、自分の命と引き換えにあの大技を出す気か。やめろじっちゃん、死ぬんじゃねえ。次回ドラゴンボールスーパー無線無天老師命をもやす。絶対見てくれよな。